カップで3試合出場しただけなんですけれども、チャンスの中斉藤倒れたが笛が鳴った。 PK ですか。斉藤に対して、まあ、今カードも出ましたが、カード誰に出たでしょうか。ここは F マリノス PK。 ここですね、斉藤が持って鎌田ですかね。引っかかったっていうことなんでしょうか、ね、はい。 F マリノスは鎌田ですね。鎌田のイエローカードで PK を得ました。チャンスを得たのはやはり斉藤学でした。蹴るのは伊藤。6番は2013年以来の出場ということになります。あ、止めた。6番ガッツポーズが出ました。素晴らしい。先発に選ばれた6番がしっかりと結果を残しています。さあ、しかしまだ F マリノスのチャンスは続きます。これはね、6ターンだけじゃなくてね、出てる選手みんなモチベーション上がりますよ。はい。